二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。こんにちは、二藤です。こんにちは、インタビュアーの坂井です。それでは今日も金曜日ということでポッドキャストを配信していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは今日の相談を読み上げます。はい。こんばんは、はじめまして。福島県で美容室の経営をしております岩佐と申します。いつも Facebook などを拝見させていただき、参考にさせてもらっております。私は現在25歳でスタッフ4名を雇っておりますが、スタッフの扱いについて悩んでおります。4名中3名が自分よりも年上の方で、なかなかうまくまとめることができません。どうしたらスタッフが意欲的に仕事に取り組むようになるのか。スタッフの意識が低すぎて、だらだらとマンネリ化してきております。店舗展開もしていきたいのですが、そもそもの基盤がなっていないので、組織化は難しいかなと思っております。二藤さんのお店では接客技術等、何かマニュアルや規則など決めておりますか、というご相談です。はいはい。というわけで、25歳でスタッフ4名っていうのはなかなかね、すごいなと思うんですけれども、はい、やっぱり、年上の方が、ね、多いみたいで、なかなかまとめることができないっていうことなんですけれども、どうですか、この相談文を読んでみて、何か二藤さんの方で思うことっていうのは何かありますか？そもそもなんですけど、25歳でね、スタッフ4名って、素晴らしいというか立派だなと思うんですけど、年上ってやっぱ難しいですよね。自分より年上を自分の、ある意味言うことを聞かせなくちゃいけないことってやっぱりあると思うんですけど、それをするって難しいと思うんですよ。なんで年上を入れるんだったら、その年上の人のをちゃんと選ばないといけないというか、その面接した時点でこの人はちゃんと言うことを聞いてくれそうだなって、ある意味、っていうのをちゃんと判断した上で入れなくちゃいけないのかなとは思いますけどね。でも今言ってもしょうがないとは思うんですけど、今後そこは参考にしてほしいなと思います。でも要は意欲的にね、働いてほしいっていうことだと思うんですけど、どれくらいまず話し合いができてるのかなっていうのが気になるところですかね。伊藤さん、やっぱスタッフさんがね、ご意欲的に働いてもらうためにも、結構話し合いは重視されてるんですか？してますね。特に、今はもう20人とか30人ぐらいになっちゃってるんで、なんていうのかな、そこまで毎日のように話したりはしてないんですけど、月1回ぐらいミーティングやって話してるっていう感じなんですけど、やっぱ僕も最初の頃スタッフが何人だっけ、4人5人ぐらい、 4,5 人いたんですよね。でその時はもう本当毎日、やっぱ僕も現場出てたんで、その毎日帰りのミーティングって皆さんやると思うんですけど、結構がっつりやってましたね、日々のミーティングも。どんなこと話されてたんですか？もちろんその今日その日の、みんなの動きだったりとかっていう話ももちろんするんですけど、僕が話すっていうのもそうなんですけど、全部言わせてましたね、スタッフに。で僕からもちろん意見をまず言って、それに対しての意見ももちろん言わせるし、スタッフそれぞれ一人一人が気づいたことっていうのを絶対一日一個言わせてたんですよ。それは結構強制で言わせてたんですよね。そうじゃないと結構言わないんですよ。今日なんか感じたこととか気づいたことあるって聞いても、基本やっぱスタッフって最初って言わないんで、そこは今日一日一個は絶対、毎日帰りのミーティングで言うってことをもう決めちゃったんで、義務付けたんですよね。そしたらじゃあもう入ったばっかりの人も、そうずっと言う人も関係なく、そう全員に一つは最低言うっていう、何でもいいんですけど、そのお店の、掃除がここが足りてないとか、あとスタッフのここの接客があんま良くなかったとか、もうちょっとここ良かった、逆にいいとこでもいいんですけど、ここのスタッフ、このスタッフが、こういったアプローチの仕方が良かったとか、そういうことでもいいんですけど、いいことと悪いことを一つずつ言わせてたって感じですね。でそうするとそのスタッフがその
意識が変わるんですよ。そのやお店をやってる上でただ自分の仕事をこなすっていう感じじゃなくて、他の人の動きとか店の状態とかもう全部こうちゃんと見るようになってくるんですよね。それは絶対最後に言わなくちゃいけないから、うんうん、そうですね。そうなんで、そうすることによってちょっとこうみんなが、うんまあ、ただのスタッフっていう雇われっていうところから若干その上の視点になれるっていうか、まあ、店長というか、まあ、そういった視点で店の中を見れるようになったっていうところはあって、うんうん、今思うとあれがあれを毎日のようにじっくりやってたんで、でその考えに対して僕が、まあ、それはもしかしたらこうの方がいいかもしれないよねとかっていうことを言えて指摘することができてきたので、まあ、そこが今は幹部になって、その30人とか今スタッフいますけど、その今のその 4,5 人っていうものが、ちゃんと教育するようになっているっていう風な組織化というかある意味できている状態になっているところですね、うん、なるほど、はい、じゃあ今は結構その店長さんがそれぞれの店舗で、まあ、毎日同じようなことをそうですねされてて、はい、まあ、コミュニケーション取ってるっていうことなんですね、うん、そうある意味そのいつらは、まあ、僕の考えもインストールできてると思っちゃってるんで、はい、あの全幅の信頼を置いてるっていう感じなんですよ。なるほどですね、はい、なんかそうですね、それにこうあ今日も言わなきゃって思うと、うん、なんか考えると思いますし、うん、しそういう機会がないとなんか不満とかってもたまっていっちゃいそうですよね。そうそうそう、そうなんですよ。なんで、ね、下の子ほど言えないじゃないですか。いや怖い、上に対してだけどもう僕うちの店ではもうその一日そのストレスはその日のストレスはその日で解消しようって言ってるんですよ、うん、で次の日にまた新しい新鮮な気持ちで仕事に向かおうっていうことをいつも言ってるんで、はいはい、全て言うこと、まあ、全ては言わないんですよ。やっぱ言えないんですけど、うん、でもやっぱりそういった環境をどれだけ作れるかっていうことが重要で、で上のスタッフにももし下から言われても喜ぶべきことだという話はしてるんですよね、うんうんうん、だってそんなね客観的な意見をもらえることってないわけなので、その上になればなることね、でそれを下の子から言ってもらえるっていうのはすごく嬉しいことだと思う。自分が成長することにつながることだから、喜ぶべきことだから、言われたらもう感謝しようねっていう話はしてるんですよ、うんうん、だから、まあ、割とうちは、まあ、そう全てを全部さらけ出してくれてるとは思ってはないですけど、他の店よりはちゃんとみんなが意見をし合えて、その日一日一日を終えられてるのかなとは思ってますね。なるほどです、はい、じゃあ一つポイントなのはコミュニケーションの量になるんですかね、うん、そう、特に最初のうちは人数が少ないうちはコミュニケーションを毎日でもしとくっていうことですよね、うん、である意味まあ今4人いると思うんですけど、その1人ずつともあのご飯食べ行ったりとかっていう時間を作ったりっていうのを結構僕は頻繁にやってたんで、うん、ああそうなんですか、はい、やっぱ5人と4人とか4人とかで、うん、みんなで話す場とやっぱ1人通して話す場っていうのはやっぱ変わってくるんですよ。そうですね、うん、全部は言うって言っても5人の中じゃ言えないことも1対1になると喋ってくれたりとかもあるんで、あとは2人2対1とか、はい、まあ、いろんな組み合わせであの交流はしましたね、はい、なんかあれですね、普通にこう友達との関係でもやっぱり1人こう2人で話したことない人ってなんかちょっと気まずかったりしますね。なんかそのなかなかこう距離が近づかないのかなってやっぱり、まあ、いろんなシチュエーションで話すのが大事なんですね、うん、そうですね、うん、うん、まあなんか僕は姑みたいななんかじゃないんですけど、すごい口うるさいというか細かいところに気になっちゃうっていうか、はい、タイプなんで、そのお店の今の状況とかスタッフ一人一人の今の心情とかっていうのはやっぱ知りたいですよ。結構おせっかい焼きなのかもしれないんですけど。あ、そうなんですか。はい、まあ、意外とそう見えないんですけどあの店では結構そうで、 なんでその常にそれを知っときたくて。なるほど。でもそれが帰って俺はよかっ僕は良かったのかなと思ってますね今。うん、結構そこが足りない人は多いかもしれないです、はい、結構自分が好きっていうか自己中心的な人だったりとか、まあ、他の人にあんま興味がない人って結構いるんですよ、うん、そういう人だと全然深く知ろうとしないんですよね、相手のこととかを。そういう人の場合はちょっとやっぱ意識してそういったことを取り込まないとあの関係性っていうのは出来上がらないし、うん、意欲的に仕事に励んでくれるってことにもつながらないと思うので、ちょっとそこはやった方がいいかなと思いますね。なるほどですね。じゃあ結構放任主義というよりかは、うん、結構その、うん、なんていうんですかね、まあ
二条さんね、あの団体競技が好きっていう話も伝わると思うんですけど、うん、ある意味その何ですか、うん、まあ部活っぽいというか何ですかね、うん、放置ではないですよね。そうですね、全然放置ではないですよね、うん、なんかなんでその自由な発言とかあの日々の何て言うのかな、その提案とか、うん、日々その休みの日のどんだけ遊ぶとか、まあ、そういったことはすごく自由に放任なんですけど、やらせてるんですけど、うん、なんかそこら辺のそれぞれの交流するとか、その人一人一人を知るっていう上ではあの放任ではなかったかなと思いますね、うんうん、なるほどですね、うん、実際そういう関わり方が、ね、あるおかげでいっぱいスタッフさんがで、まあ、定着してくれたりとか、うん、あの他の、ね、お店のスタッフに声かけてうちで働かないかなんて言ってくれたりとか、いろいろそのいいことが起きてるっていうことですよね。そうそうそう、それがいいって言ってくれる人多いですよね、うん、でやっぱ接客技術とかのマニュアルとか規則とかをうちはほとんど決めてないんですよね、はい、あ、逆にそういうのはないんですね。そうなんですよ、だからそこいう意味では自由なんですよ。それぞれの個性を生かして、うん、あ、生かしたいと思ってるんで、うん、ここら辺の規則とか作らないですよね、うん、ほぼないんですか。ほぼないですね。だからこれも要はなんか自分で決めるって感じじゃないんですよ。そのスタッフと決める感じですね、うんうん、その自由にやらせてる上でここには規則性とか強制力を持たせた方がいいねっていう場所はみんなと相談して、こういうことをやろうと思ってるんだけどどう思うっていうのを常に確認作業っていうのはしてるましたね、うんうん、まあ今でもするんですけど。あ、じゃあ自分で二藤さんが一方的に決めてそうこれやりなさいっていうんじゃなくて、はい、こう一つ、まあ、提案して相談しながら決めていく、うん、自分はこういう考えでこういう決まりを作った方がいいかなと思うんだけどどう思うっていうのはちゃんと聞いてましたね、一人一人、うん、でその一人一日そのいいことと悪いこと気づいたことを言うっていうのもちゃんと聞いてからそれをもう作りましたし決まりも、はいはい、うん、でお店の練習会みたいなのももう自由にやらせてたんですよ、うん、もう帰りたかったら帰っていいしやりたかったらやればいいしって話にしてたんですけど、やっぱりあまりにもやらないから、うん、まあ、1日30分でもいいからやって帰ろうっていうと、まあ、みんなちゃんとやっていく。なるほど、うん、でそれもちゃんと聞いて、でもそうした方が自分もやれると思いますっていう人だがみんなそうだったんでそうしたっていう感じですね、うん、はい、なるほど。じゃあ本当にこういう、まあ、接客技術とか、まあ、マニュアル規則とかもみんなで決めて、こうみんなでこうお店を作り上げていくというか、なんか大事っていうことですかね。そうですね、そういうことだと思いますね、うん、だからよくあそこら辺の自分の考えとそのスタッフの考えでどういう方向に向きたい、行きたいのかっていうのをちゃんと共有して、でみんなで同じ方向を向くっていうのを決めて、その上で話していかないと、うん、難しいかなと思いますね。で決め事も毎回そうやって自分の考えと相手の考えを取り入れて決めていく、一個一個決めていくってことが重要だなと思いますけどね。なるほどです、はい、分かりました、はい、じゃあもうとにかくこうコミュニケーション量を増やすってことをね、うん、あの意識してやってみるといいんじゃないかっていうことですかね、うん、年上の方が多いそうなんですけど、なんか、うん、年上の方っていう部分で何かありますか、コミュニケーションのポイントというか、うん、やっぱね年上はやっぱプライドがね、はい、ある人が多いんで、うん、例えばその年上でもそのアシスタントとかあのカットとかできない人とかだったら、はい、あの全然別に問題ないんですけど、その年上でしかもそれなりの経験者とかになってくると、うん、やっぱプライドっていうのがあるんで、そこはやっぱちゃんと認めてあげることですよね、うん、相手のを尊重してあげるっていうことがベースにないとダメ、うん、リスペクトじゃないですけど、ちゃんと相手の考えとかを一回聞いてあげて取り入れてあげて、例えばここをこうするとこうもっと良くなるのかなと思うんですけどどう思いますかっていうのをあのちゃんとそういったコミュニケーションなんですけど、そこももしていかないといけないかなと思いますけどね、うんうんうん、まあね、なんか、まあ、きっとねイライラもしちゃうと思うんですね、うんうん、意識が当然ね、はい、まあ、ね、してただそこも、まあ、グッとその気持ちをこらえてというか、うん、出すんじゃなくて、まあ、相手にこうなんていうんですかね、まあ、リスペクトしながら、うん、寄り添いながらなんか改善点を一緒に決めていくっていうのが大事なんですかね。そう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 、本当そうですよ。だってまあ経営者とスタッフってやっぱ違うんで、意識がどうしたって、
なんでそこをどう埋めるかっていう作業になってくるんですけど、その前提としてもうまず意識が違うってことは把握しとかなきゃいけないわけですよね。でその上で相手をちゃんと尊重してあげて、一緒にお店を作っていくっていう風に、なんていうのかな、考えを肩を変えないと難しいのかなと思うんですよね。なるほどですね。わかりました。はい。したらぜひね、まあ、話し合ってね、こう、まあ、一緒にこうお店をね良くしていく、ようなコミュニケーションをどんどん取ってみて、いただければと思います。はい。はい。じゃあ二藤さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。